こういくやん。じゃここに太ももが当たらんように。やてべちこです。今日はハイゼットエクストラとハイゼットエクストラジャンボの比較動画をしていきたいと思います。それでは早速行ってみよう。ですけれども、まあ、ちょっと見てもらったら分かるようにこっちの方が大きくてこっちの方がちっちゃいみたいな感じになります。で実際本当にそういう感じでなんていうの、車高が高い、車高が低い、車内が大きい、車内がちょっとだけ狭いっていう感じになってます。なので、まあ、どっちを選ぶのかっていうのをちょっと今日はしっかり詳細レビューしていきたいと思います。でちなみにね、こっちが120万円ぐらいで大体、でこっちが130万円ぐらいなので、その差が10万円なんですよ。だからその10万円の差を高いと思うのか安いと思うのかっていうのと、これね、使い勝手がちょっと微妙にこう違ってくるので、それどっちが自分にぴったりの使い方なのかっていうのをこう理解して、その上で購入した方がいいと思うので、今日はそちらも説明していきたいと思います。ではまず外観デザインから。これね、もうさ、さとこがさ、子供の頃ってさ、軽トラにさ、メッキついてた？ついてない。ついてなかったよね。もうなんならさ、錆びてたよね、普通に。錆びてなかったですか？しかも白しかなかった。白しかなかった、白しかなかった。で、今回ちょっと見てもらったらわかるんですけど、これがちょっとグリーンで、こちらがブラックになってるんですけど、これね、パッケージがあって、選べるカラーパッケージっていうのがあって、2万円から4万円ぐらい、だいたい。ちょっと高くなっちゃうんですけど、色がね、例えばちょっとオレンジ色とか、そういう軽トラっぽくない色も選べるので、皆さんそれもちょっと注目してください。たださ、普通のさ、車はさ、例えば黒にしますか、白にしますか、赤にしますかってさ、その色によってさ、あんまり値段が変わるってことはないじゃないですか。ただやっぱり軽トラの場合は、ちょっと変わってしまうという感じです。ちょっとメッキ見る？これ見て。これしかもピアノブラックじゃない。ここ。ピアノブラックだよね。で、ここは銀やろ。で、これフォグランプの周りも見て。銀で、ここ。で、これセンサーがついてるってことやろ。かー！変わったね。軽トラも。あの頃の軽トラじゃないね、もう。で、これね、メッキメッキっていう風に言ってたんですけど、これね、デザイン性だけじゃなくて、これがね、全部樹脂バンパーになってるんですよ。で、樹脂バンパーにすることで、例えばね、飛び石、傷がついて、で、そっから錆びていくじゃないですか。言ったら、ボディってこう、鉄とかだったらよ。多分みんなも想像したことあると、わかると思うんだけど、例えばさ、お菓子の缶をさ、釘で、こう、ちょっとピッて傷つけたりすることない？で、釘でさ、こうちょっとどうかなと思ってピッてやって傷つけたところから錆びていくやん。だからそういうのがないように、これをあえて樹脂にしてるそうです。で、樹脂やったら錆びるっていうことがないじゃないですか。で、これのね、軽トラを使うっていうのが多分おそらく多くが働く車だと思うんですよ。で、それが農家だけじゃなくて、漁業の人もいるし、まあまあ普通に何て言うの、土木関係の人もいるし、だからどんな人が使っても錆びにくいように、ここをあえて樹脂にしてるそうです。で、これ、前から見てもらったらわかるんですけど、ここ分大きいの。比べたらわかると思う。ここ分出てる、ないじゃん？だから、まあ、そのね、ちょっとしか変わんないんだけど、その前から見たら、割とこの、大きさとか、威圧感っていうのは、ちょっと変わるのかな、というふうに思います。それでは続きまして、サイド行ってみましょう。サイドはね、どっちも一緒や。
もう一緒、デザインは。ね、強いて言うなら、このジャンボエクストラの方が、10.5センチ大きいかなっていう感じです。じゃあね、もうどっちでも一緒なんで、見比べる感じじゃなくて、もう、サイドのこのデザイン、これで見ていきたいと思います。だから、ここよね、変わるって言ったら。ここ。ここの、要はさ、エクストラジャンボの方が、何がジャンボかっていうと、室内の、この、室内空間がちょっと大きいっていうことない。だから、この分大きいよね。あっちよりも、エクストラよりも。だから、まあ、横から見たときにやっぱここは違いますよね、ここ。ここに窓がついてるか、窓がついてないか。で、ここはちょっと大きいか、ちっちゃいかの差はあります。ここね、ここ。だから室内がこれ分でかいです。これ分ね。で、ここに、紐みたいなのがついてるんですけど、これで荷物を、ここに固定したり、するそうです。だからまあ、中に置く荷物はまあ、濡れたら困るものとか、綺麗にそのまま取っておきたいものとかを置けばいいんじゃないかな、というふうに思います。なんかさ、ここは大きいのにさ、タイヤがめっちゃちっちゃいやん。軽トラといえば。これ好きなんですよね。まず、一個好きなところと、ここ来てもらったら、これ写して、ちょっと。ほら。あ、これがさ、横から丸見えないよ。最近の車で板バネなんてないんよ、ほぼ。うちのランちゃんとかあんな感じない？こことかもすごい燃えるポイントですよね。そしてですね、一番重要なところ。見てください、これ。今日の温度 44.8 度。ああ、で、これもあるやん。置くところがある。ほら見て、ここ温度計置くところがある。これもね、すごくよく考えられてますよね。しかも今日の温度じゃないしね、44度。え、今日の温度じゃないの？違うよ。これね、すごく考えられてるのが、まあフロントの時も説明したんですけど、これ下回りも錆防止になってます。で、なんでかっていうと、やっぱその結構さ、ぬかるんだ道とかもギュギュってこう走ったりするじゃないですか。そしたらやっぱ下回りとかから錆びちゃうこともあるので、ここ徹底されてるそうです。やっぱこの軽トラっていうのは使い勝手がすごい考えられてますよね。どうやって使うのか、じゃあどこを強化したらいいのかみたいな感じで、すごく考えられてる車だなというふうに思いました。続きまして、リオ。で、リアなんですけど、まあだからさ、ここよね。このジャンボの方がこれだけ高くて、もうええわ。もうええわ。暑いし。これだけ高いんや。まあ大体これぐらい。で、こっちの方が、まあその低いみたいな感じです。まあでも見たら、あっちの方はね、ちょっと空白があるからもろよね。後ろはもうそれぐらいちゃう？で、あとさ、やっぱフロントの時も言ったけど、この辺見て。ちょっともう、軽トラって、もうこんなかっこよくなくなかったですか？これ。こんな、これ LED ライトよ、今。軽トラ。だとここが可愛いですよね。パンクした時用に、ここタイヤを積んでるみたいな。これ後ろから見たとき可愛くないですか？一応タイヤ、可愛い。タイヤ、スペアタイヤ、ここに積んでるんですよ。でもさ、やっぱ働く車ってなるとさ、パンクしました、お魚運べませんってなったら、確かにもう一大事じゃないですか。だからこういう風なところが、こうしっかりしてるんだろうな、という風に思います。なんかさ、色で言うとさ、最近さ、大工さんも女性いますよね。うん、大工さんも女性いるし、例えばその農業女子とかもいますよね。とかいるし、
なんかさ、その現場でさ、女の子がさ、ちょっとさ、可愛い色に乗ってたらさ、可愛い色の軽トラに乗ってたらさ、それはそれでなんかちょっと燃えるポイントですよね。だから色付きに乗ってほしいな。まあ2万から4万ちょっと高くなるけど、なんかちょっと色付きに乗るといいのかなというふうに思います。でさ、ここ、ディアはもうここがポイントなんよ。私の大好きなシール。これさ、もうその商用車にだけつけれるんよ。この最大積載量350キロ。これがさ、シールで貼られとうのが、このいいところなんよ。みんなも言ったじゃん？ランクルシールやん？そんなさ、シールで貼るような値段の車やないんよ。やけどシールなんよ。だからこれがね、すごくいいところやな、というふうに思いました。では、使い勝手見ていきたいと思います。ちょっとこれ映して。めちゃくちゃ開かない？これ。めちゃくちゃ乗り込みやすいんですよ、だから。ほら。こんなに開く？こんなに開くってめっちゃいいよね。しかもさ、よいしょ。ここがさ、ちょっと低くなってるからさ、乗りやすいよ。こうやって、このまま、こんな感じ。暑いね、今日も。降りるときはちょっとあれやけど。なんか今ちょっと季節暑いじゃないですか。ここにね、太ももが当たったらね、もうアウトなんよ。ここ。ここもう暑いから。だからね、降りるときのコツとしてはね、こう行くやん。だここに、太ももが当たらんようにめっちゃ暑いよ。だってもう半端なく暑いよ。44度とかあるんよ。低温調理する時の温度やで。だからこれめっちゃこうやって降りてください。で、一番これ違うところがここなんですよ。ちょっとこちらへ来ていただいて、ここね、要はこのね、エクストラトラックの方は背もたれがもうこの固定なんよ。で、座ってみると、横から見たらわかるんですけど、もうこの、こういう感じよ。で、これちょっと頭のところを映してもらっていいですか？これね、要はもう直角だから、ちょっとでも荷室のこの空間に、後ろに詰める荷物を増やすために、もうこの真直角なんよ、こう。こうね、だから、こんな感じなんよ。で、これ何があれかっていうと、ヘッドレストが、ちょっとこう前に出てるよね。わかるかな？見える？ここ。こう前に出てるやろ？大げさに言ったら。大げさに言ったらよ。こうちょっと前に出てるよ。前に出てるから、こう座ると、ちょっと、わかる？真横から見たらわかるわ。ちょっと顎を締めた感じだよ。まあでも多分、写真撮るときとかは、この顎を締めた方が、顔の形がめっちゃ綺麗に見えるから、これでいいんだけど、だけど移動するときにやっぱこれはきついから、これちょっとね、気になるところなんですよ。で、そんな方のために、あっちあっちあっち。この、ジャンボの方は、こう車内の広さが、この窓分あるから、これか、これの差はでかい。職人さんが割とこちらのジャンボを買われるらしいんですよ。で、さとことも話してたんですけど、あれやんね。ここを一番下げてさ、ここに足を置いてさ、寝てる人いるよね。工事現場とかで。だから、ちょっと、例えばね、あっちのトラックの方、エクストラトラックの方は、運ぶだけ？A 地点から B 地点まで、例えば魚運びますとか、野菜運びます。以上ですっていう人はいいけど、こっちの人は、だから職人さんみたいにちょっと昼休憩して、また午後から働くなくちゃいけないっていう方は、多分この室内がちょっとゆったり普通の乗用車感覚で、こう、ちょっとくつろげるっていう方が多分いいんやと思います。そう考えるとね、確かに。あと、ここのヘッドクリアランスも全然違うんですよ。1、2、3、4、5、6、7、7.2 ぐらいある。
じゃあこういう感じ。私がこれ伸ばして全然いけるよ。 7.2 ね、これ 7.2 で、で向こうちょっと見てみようか。こっちがね、いくよ。1、2、3、3やん。3しかないんや。やったら絶対向こうの方が本当にこう居住性はありますよね。3やて。で、使い勝手はね、使い勝手とかとね変わんないんですけど、やっぱこのシート見てもらいましょう。シートこれ見て。ああ、もうこれ軽自動車やけど十分あれやけどね。でもちょっとじゃあ寄ってもらって、まあこれシートの柄とかはね別にそんな遜色ないんよ。でこれ薄さこんな感じね、これで真っ平や。でそれを覚えておいてもらって、あっち見てみようか。こっちのシートの方が厚いっていうのと、真っ平じゃないんよ。ちゃんとお尻のとこへこんで、両サイドがちょっと出てるやろ。やから、普通のほんと軽自動車の、もうダイハツの軽自動車の、この、形、形状をイメージしてもらったらいいと思います。で、やっぱね、座ってみて思ったけど、真っ平の薄いシートと、このちょっと厚みがある、シートは、全然座り心地が違うと思います。だから移動はめっちゃ楽と思う。ここはね、ちょっと一番押さえておいた方がいいところかもしれません。もちろん大きいっていうのもあるけど、シートがやっぱ全然違う。で、10万でこんなにシートが違うんやったら、価格差がね、10万で違うんやったら、ジャムの方がいいんかなというふうに思いました。で、使い勝手はどっちも一緒なんで、ちょっと使い勝手見ていきたいと思います。で、使い勝手見ていくんですけど、見て、ここのボタンを押すと、ピッコン、後ろの LED がピカッと光るんですよ。例えば夜、こう荷物の積み下ろしをするとか、そういう時に多分いいよっていうことだと思うんですけど、それはまさに軽トラだなと思ったけど、まあ二人で言うとったのは、あの光で果たして、見えるんかって、あの明かりで足りるんかっていう不安はいささかありますけど、でそれとあのね、ほぼ使い勝手が一緒って言ったんですけど、ここが違う。じゃじゃーん、エクストラジャンボの方はこれがついてます。でこれっていうのは、あの伝票とかをここに入れるんですよ。伝票とか、あとまあなんかこう、それこそ何があるかな、領収書とか、請求書とか、月末やけど全く書いてないとか、そろそろ怒られるとか。で、あとは、やっぱね、商用車はすごいよ。これもう先に言っていい？入る。商用車は 100% 紙パック入るの。入らんわ。あれ？入らんわ。あれ？入らんね。あれ？商用車って入るイメージない？まあ、これはじゃあもう惜しいって感じ。ギリ入るんで入ります。っていう感じになってます。それと、まあ、ここよね。ここちょっとま、鍵を置ける。で、そこちょっとなんていうの？おにぎりとかも軽いテーブルみたいな感じになる。あとこれは？あ、ここに 12V のこの電源があるのと、あとこれはさ、あ、こっちに入るわ。あった。センターコンソールのところに入ります。ここ。で、こっちは入らんかな？こっちは多分ペットボトルかな？あ、こっちはペットボトルやね。で、これね、運転席側には、このドリンクホルダーがあったけど、助手席側にはついてないです。だからこれもちょっと押さえておいた方がいいポイントですね。ただここにほら、あるから。大丈夫でしょう。そしてね、皆さんに見てほしいのが、これなんですよ。これが、めっちゃ役立つのが、これカード入れ。カードをここに挿して、この駐車場とかさ、駐車券とか取り出すの、ここめっちゃ便利だから、これ私一番好きな収納です。以上がね、車内よ。いや、でもさ、
エンジンのさ、スタートボタンがさ、この丸いプッシュ式だったりとか、ここにメッキがあしらわれてたりとか、ここにも。もうなんかもう軽トラとは思えない感じになってますよね。はい、それでは続きまして荷室見ていきたいと思います。荷室なんですけど、これとかも軽トラっぽいよね。ここ要はここにさ引っ掛けて、あの紐を引っ掛けて荷物を固定するみたいな。で、こことかもう各所についてます。ここここで、ここもついてます。ここここじゃじゃじゃーん。で、これね、すごいいいなと思うのが、まあ、軽トラって、こう、やっぱ傷ついちゃったりとか、いろんな用途で使われるから錆びやすいと。で、すごいのが、新車で購入したら、この表面の錆は3年間保証。で、穴が開いちゃった場合は5年間保証で修理してくれるらしいので、そういった意味では、まあ、新車で買ってもいいのかなっていう感じがします。ここのレバーを外すと、じゃーん。で、これはこうじゃん。で、さらにすごいのがね、ここを、こうやるんよ。こうやると、ほら、この分、長くなります。で、これ寝てみると、どれぐらいあるかっていうと、だいぶあります。だから荷物を積めないっていうことはないと思います。ただですね、ジャンボはエクストラよりも荷台面積は小さくなっちゃうんです。でも165センチぐらいの荷室長があるので、よっぽどね、大きいものを運ばない限りは大丈夫じゃないのかなというふうに思います。じゃあちょっと映してもらったらわかるんですけど、あっちは出っ張りがないやん。見て出っ張りがあるやん、この分でね。だからそれがちょっと変わるっていうのと、あとこれすごいいいよね。ここにさ、なんか荷物が傷つかないようにさ、ちょっとガードがあるから、なんか樹脂みたいなのでガードがあるから、思いっきりこうさ荷物をボンって詰め込んでもさ、あっちはさ、だってさ出っ張りがないからさ、その荷物がさ傷がついたりしようがないだけど、こっちはさ、出っ張りがあって、荷物に傷がついちゃうから、こういうところでガードされてるのもすごく考えられてるなというポイントでした。でね、今荷室に乗って気づいたんですけど、このね、後ろの窓、これもジャンボエクストラの方が大きいです。だから多分ね、車内は必然的にこっちの方が開放感があるのかなという感じがします。だからみんなはどっちにする？で、ちょっとでも荷物を積みたい、段ボールを一箱でも積みたいという方はやっぱあっちなんかな。もう荷室のことだけを考えると。ただ一日この車の中で休憩して使うってなると、やっぱこっちのジャンボの方がいいのかなっていう感じがしました。ということで今回はハイゼットトラックとハイゼットジャンボの比較をしてみましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。総評、私とさとこはハイゼットジャンボを購入しまーす。で、居住性があんなに良くて、まあ、シートの形式のこの形状もあんなに違うんだったら、こっちの方がいいのかな、ジャンボの方がいいのかなということになりました。皆さんはどっちでしょうか。ということで、この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。